今日はですね、久しぶりに事務所からお届けします。ものはこれですね。ビュイックですね。メーカーは一光です。綺麗なおもちゃですよ。この箱絵もいいですよね。お父さん、お母さん、子供かな、パパ、ママ、子供かわいい箱ですよね。フリクションパワーって書いてありますね。フリクション、弾み車ですね。さあ、中は綺麗ですよ。見たことがないような。どうですか、この綺麗さ。作られたままみたいな状態ですね。1960年式のビュックエレクトラ225だと思われます。約45センチもある大きなサイズです。これは何がすごいかというとですね、色がですね、このミントグリーン、まあ、僕が大好きなこのミントグリーンと、それをちょっと薄くしたようなブルーと、さらに色が変わってるわけです。1色、2色、3色なんですよね。これはすごい珍しいです。このハンドルの色見てください。このブルーもうたまらないですね。これミントグリーンのハンドルなんてもう憧れですね。ここに IK61 と書いてあるのは、一光が61年に作ったものでしょうね。フリクションで自分で撮って動かすような動力ですね。こういう別パーツとね、こういうところが凝ってるわけですよ。これは別にこういうパーツとして作ったりね。どうですか、このヘッドライトの感じだとか、この辺の感じ、もうどれをとっても日の打ち所がないぐらい綺麗ですね。今日は天気がいいんでね、ちょっと外行ってこれ置いてみますね。これ映えますよ、きっと。ミントグリーンのハンドル、コンソールパネルのプリントも細かく丁寧に描かれています。ブリキ職人の情熱と思いが感じられますよね。古き良きアメリカ、そして車にみんなが憧れた時代、まあ、テレビを通して映画を通して見たアメリカですね。まあ、僕はまだ60年っていうと12、3歳の頃ですからね、街に走っていたような気がします。銀座の和光だとか、ああいうところでここにこう泊まっていたような、こういう車って誰が乗ってんだろうなとかね。子供の時から車大好きだったんで、今日は1960年に作られたビュックエレクトラ225をご紹介しました。いかがだったですか。また次回お楽しみにしてください。